プラシューマ伯爵家の紋章、プラシューマ家は、モラビア出身で、シレジア地方のカトリック貴族の家系。その系譜は13世紀まで遡ることができる。資料上に、初めて登場する同家の人物は、1278年に、マルヒフェルトの戦いで打ち死にした、ベッタウジョーダイズミールフォンビルコーと、その3人の兄弟マルクバルと、ラティボル及び野シュである。同家の最初の本拠は、 モラビア南西部のベルコー、ビルカウ、現在のチェコ領南ボーヘミア州、陰寺夫婦フラでつぐんだ地政郊外にあった。その後、一族は本郷、より条件の良いオロモーツ北高、フドビーンに移し、1417年に、ベネシュがこの新たな本郷、プラジューマーと名付けた。1625年4月30日、神聖ローマ皇帝フェルディナント2世は、ウィーンにおいて、 プラシューマ家の人々に、紋章と男爵位を授けた。1655年5月24日、神聖ローマ皇帝フェルディナント3世は、プレスブルクにおいて、バクシュタット領主で、主席治安判事の職にあったハンスベルンハルトに、ボヘミアの白爵位を授けた。ヨハンは1639年に、ロップコビッツ家から、シレジアのリブニクの所領を買い取って移り住むが、 彼の直系子孫は18世紀初頭に耐えた。ビルヘルム・フォン・プラシウマ伯爵は1712年よりシレジアのボーラウ工領の工領総督を務めた。彼はオッペルスドルフ家出身の母からモラビア党端部フリーデクの所領を相続した。彼の息子ヨハンネ・ネポムク一世は1777年フリーデク南東部に一族の加盟を冠した入植村プラシウマを建設した。 彼が1798年に皇帝のおばであるザクセンテッシェン公爵夫人マリア・クリスティーナにフリーデクを売却したことによりプラシューマ家はコチモラビアを離れた。この売却の契機は彼が1779年に妻型のジェロティーン家からシレジアのファルケンベルクの城と所領を相続することになり新たな本拠となった所領の経営に専念するためだった。なお、 ファルケンベルクの相続が確定したのは、彼の同盟の息子ヨハンネポムク二世が、ファルケンベルク上主の後取り娘と結婚したことによる。ファルケンベルク城は、第二次世界大戦末期の1945年に、赤軍がシレジアを占領するまで、同家の本拠地であった。カトリック中央党のドイツ帝国議会議員たち、1889年、左から2番目が、 フリードリヒ本プラシューマ伯爵、中央はルートビヒビント・ホルスと、ヨハン・ネポムク2世の着村フリードリヒ。その長男ハンスはシレジアにおけるドイツ中央党の指導的政治家であった。現在のプラシューマ家にはフリードリヒ2世の3人の息子たちの家系が残っており、彼らはドイツ、オーストリア、南アフリカ及びアメリカ合衆国に居住している。 中林原地方の諸公領の一つ、ザクセン・アルテンブルク公国は、1918年のドイツ革命で君主制が廃止されるまで続いた。この時に退位した最後のザクセン・アルテンブルク公、エルンスト二世の二人の息子が独身を通したことで、ザクセン・アルテンブルク公爵家の断径決闘は1991年に耐えた。エルンスト二世の同族の、また十枚マリー公女は、 離婚した夫ロイスケストリッツ公子ハインリヒ35世との間に儲けた同盟の一人娘、マリーを若くして亡くした。父アルベルト公子から受け継いだ、メクレンブルク地方ゼラーンの広大な所領を受け継ぐ、新たな相続人の確保を迫られた彼女は、1939年に、ベネディクト・フォン・プラシウマ伯爵の末息子フランツと養子縁組し、 この5歳の幼児にザクセン・アルテンブルク公使及びザクセン公爵の称号を名乗らせた。こうした事情によりザクセン・アルテンブルク家は加盟のみが残る形で存続している。フランツフォン・ザクセン・アルテンブルク公使の長女、シュテファン・ニーは日本人宇宙飛行士、若田光一の妻となった。長兄ハインリヒ32世婚後の妻、マリー・アーデル・ハイトを妊娠させ、 この義式と再婚するため1921年に離婚した。ボールングスタッドシュロス、エインプリンツオーネランドベシッツ、インスティラードラウアーネイマンビーアプシット、フォンフランツプリンツフォンザックセンアルテンブルク、ハットトーマスガーライン、ダスハウスザックセン、アルテンブルクフォーマルスザックセンヒルドバーウゼン、1、アウフラーゲボード、バーラグワール2009、 ISBN 978から3から 981199352Httpgneel.net で、ネーム、1824699ステファニー・フォン・ザクセン・アルテンブルク。 エンサイクロペディアアストロノタカワカタコイチ http コロンスラッシュスラッシュ www.astronautix.com スラッシュアストロツスラッシュ waketa.htm ありがとうございます。